今が一番若いんで、今すぐ始めろ。 Just do it。 皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。小林さん、はいよ。実は僕まだ20代なんですけど、ありがとうございます。このチャンネル見ていただいてる方って、うん、結構 4,50 代の方多いんですよ。あーみたいだね。はい、そういった方々で、うん、もうすでに不動産投資、うん、賃貸経営始められてる方もいらっしゃるかなと思いつつ、うんうんうん、多分このチャンネル見られてる方って、うん、これからちょっとやってみたいなみたいな、うん、老後の資金がどうたらとか、後の世代への遺産をどうたらとか、うん、考え始める時期なのかなって、ね、はい、ね、思ってて、うん、なんかそういった方々に向けてですね、うん、4,50 代からでも賃貸経営って始めるには遅くないものですか？うん、結論から言うと、それは早ければ早い方がいいんだけど、はい、まあ決して遅いわけではないね。はいはい、なるほど。もしなんか 4,50 代から始めるときにおっしゃったように、早ければ早いほどいいわけじゃないですか、うん、そうなるとより効率的に進めていくことが求められるかなと思うんですけど、うん、ちゃんと戦略を考えずに、うん、闇雲に突っ込んでしまうとまあ結果的にそれはね、時間とコストの無駄になってしまうよね。そうですよね、うんうん、で 4,50 代の方だと1回の失敗が結構、うん、その通り、2回まで効かないから。そうですね、致命的ですよね。そうだから、まあ結論から言うと、時間が限られてるから緻密に戦略を練って進める必要があるってことっていうことですね、うん、そうしましたら、うん、今日は、うん、多分 4,50 代であることの強みみたいなところもあると思うので、もちろんめちゃくちゃそれも含めて、うん、4,50 代からの不動産投資、賃貸経営について教えてください。 OK、 じゃあ今日はね、 4,50 代からの不動産投資について徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。で、小林さん、はい、まあ、4,50 代からでも遅すぎることはないっていうふうにおっしゃってたんですけど、うん、そうだね、実際問題、うん、4,50 代からでも賃貸経営ってうまくいくもんなんですか？うん、結論から言うと、軍資金次第なんだよ。あ、結局軍資金なんですか？もちろんもちろん。俺もさ、47だから、はい、あの 4,50 代にモロに当たるんだけど、あ、モロですね、はい、例えば世の中の 4,50 代の方々ってさ、うん、お仕事もそうだし、はい、例えば私生活もそうだし、はい、若い時と比べてさ、いろんな形で一通り経験をされてさ、全てが落ち着いてたりするわけよ。はい、例えば本当に結婚されてお子様の教育があらかた見えてきたとかさ、はいはい、いろんな意味で落ち着いてゆとりがある方が多いから、はい、そういったような意味では軍資金次第ではあるんだけども、自分自身の老後、自分たちの子供がある程度成長が見えて、うん、自分たちの老後を考えるっていう時のタイミングで、例えばご両親が他界されて相続が来たりしてさ、はいはいはい、っていうようなケースが非常に多いから、うん、軍資金があるとか精神的な余裕があるとかさ、うん、ビジネスマンとしても年度が高いとかっていうような意味では、うん、総合的に見てやり方次第では非常に有利ではある。なるほど、うん、4,50 代から始める賃貸系において、うん、パターンっていくつかあったりする？そうだね、大体まあ大きく対応されて2つぐらいなんだよ。これはちゃんとお勤めをされていて相続で軍資金があると、まあ、実際本当非常にこれ相談が多いんだけどさ、はい、ご両親に何かあってご両親が残していただいた軍資金をもとに不動産に参入されたいっていうご相談と、うん、あとは一方で俺みたいにさ、20代で創業されてがむしゃらに働いてさ、きっちり資産を作って、うん、あらかた資産ができたんだけども、このまんまずっと同じように事業でもしんどいと、はい、本当先月もあったんだけど、10年代のね仲間がさ、はい、ずっと海外に住んでるやつがいてさ、よく5000万の軍資金あんだけど、うわめっちゃあります。そう、はい、それを軍資金にして、はい、今後家族のための時間を作っていきたい、はいはい、まあ、仕事は辞めないんだけど、うん、競争が激しいから、うん、そうじゃないものに対して、うん、きっちり時間を味方につけてやっていきたいというような、うん、まあ、相談ざくっと分けて、うん、各の2パターンだね、うん、キャッシュがあること前提にどういう形でそのキャッシュを得たかっていう、そうそうそう、ね、それだからですね。なるほどなるほど、そういうことですね、わ、うん、かりました、ありがとうございます、うん。では小林さん、うん、先ほど 4,50 代であることの強みもあるっていうふうにおっしゃったと思うんですけれども、うん、それはやっぱりなんか大人の貫禄というか経験値ってことですか？まあ、大人っていう大人じゃないんだけどな俺もおろに 4,50 代なんだけどさ、はいはい、基本的にビジネスマンってライフサイクルっていうのがあってさ、はい、22で新卒で会社入るでしょ、うん、はい、もう22からだいたい28ぐらいまでは、うん、もう会社の教育コストの方が上回ってさ、はい、ずっと赤字で勉強させてもらう身分なんですよ、はい、でようやく28から30ぐらいで教育コストがトントンぐらいになるぐらい稼げるようになって、はい、35、6にビジネスマンのピークやってくるんだよ。なるほど、そこで成熟するわけです、ね、そうそうそう、うん、一番ビジネスマンとしては暴力もさ、うん、馬力もあって、はいはい、いわゆる脂が乗ってくるわけよ、はいはい、でそこから45ぐらいまで
さ、うん、当然さ徹夜が効かなくなったりとかさ、はいはい、馬力が下がったりいくのが、はいはい、あの地位がついてるから働き方が変わってくるのね、はい、徹夜で時間で稼ぐとかさ、はい、っていうようなことじゃなくて、はい、頭とか知恵使って、はい、スキルでうまく維持、うん、パフォーマンスを向上していく、はいはい、でそこからさっき言った40代か50代の話ね、うん、まあ例えば本当人によってはさ会社の勤め先である程度出世の上が見えたとかね、はいはい、逆に本当に出世した人もいるんだけど、はいはい、出世した人は意外と不動産投資やらないかもしれないからさ、あ、はい、うん、そういうもんですか、まあ、意外と出世競争に敗れてこのまんまだったらなんかなっていうね、はいはいはい、人がやっぱり多いよね、一発逆転狙ってみたいなパターン、逆転っていう方じゃないけど会社以外にも自分の人生を豊かにするために必要だっていうことを考えて研鑽を積まれようとされるケース多いからさ、はい、でまあ、定年退職があってさ、はい、今度老後みたいな話になってくるんだけど、はい、いやその間にこれもご結婚が早いか遅いかによるし、はい、まあ、最近ご結婚されない方もいるからね、うん、だからそれもそうなんだけど、はい、まあ、早い方なんかだったらもうお子様がさ、うん、大学卒業が見えてるとか、うん、とか教育コストはかからないわけ、はい、ね、もしくはもう真っ只中でまだ教育コストはかかる方もいるし、はい、逆に一生独身っていう人もいる、自分が望まれてね、はいはい、なのであなかた一般的には大体40、50って言ったらさ、うんうん、そろそろ奥さんがついたかなと、はい、教育コストに関してね、はい、っていうところもあって本業も落ち着き、うん、プライベートもある程度落ち着いてくると、うん、今まで培ってきた知見で物事に対しての捉え方であるとか、はい、物事の解析の仕方とかね、うん、あとはそれを実際に自分自身の現状に取り込む力とかっていうのは仕事を通じて皆さん絶対に研鑽を積んでらして、うん、もうすでに体に身についてるはず、はい、少なくとも40、50までちゃんとお勤めがあったりとか、うん、もしくは会社を創業されてね、うん、それなりの規模で運用されていらっしゃった、はい、間違いなくあるから、はい、若くて勢いがあるっていう人とは比較して余裕があるっていうのがこの40代、50代の不動産投資においての強みになってくるよね。なるほど、うん、実際会員さんとか見てても、うん、なんかそういうところって実際に感じられる、うん、これ分かりやすくて、はい、金属回収業をね仙台からやってらっしゃる方がいらっしゃるので、はいはい、名古屋のね方でやってらして、はい、その方がすごい勉強してるの今まで、はい、ご自身で授業やってるから、うん、教えてもらえないじゃん、はい、ってことは多分マーケティングにしてもそうだし、うん、医療の設計とかインターネットとか、はい、いろんな勉強をすごいお金かけてやってらっしゃる、はいはい、その方がうちの不動産実務検定の当時俺が登壇した時期があってさ、はい、その時に来られた時に懇親会でね面会されたいみたいでね、うん、まあ、ご相談があって、はい、セミナー DV 実はあるんだよ、はい、これ一切通販はしないんだけど、はい、たまたまご面識がある方とか、はい、俺が講義をした時だけにお分けするものなんだけど、はい、これを法にいただいたんだよな、はい、すると一つの DVD タイトルで講演時間が5時間とか6時間だった、はいはい、レジュメページが160ページとかさ、はい、すんごい分厚いの、はいはいはい、でそれを見て私がずっと勉強してらっしゃるから、はい、すぐに俺 LINE に来て、はい、いろんなものを買ってきていろんな教材見てきたけど、うん、はいはい、濃さにびっくりしたって言ってわざわざお礼の LINE をくださったってケースがあって、はいはいはい、それもやっぱりその方がさ、うん、今まで勉強してきたからそうですね、そのカリキュラムとか、うんうんうん、コンテンツの濃さが分かるわけ、分かるってわけですね、うん、だからこれが、うん、例えばじゃあそれしか知らなかったら、うんうん、それがいいものなのか悪いものなのか分からないでしょ、うん、僕見てもすげーってなって終わっちゃいますそうだろ、はい、いろんなのを見て、はい、いろんなところにお金払って勉強してきてるから、はい、だからそのカリキュラムが分かんない、はいはいはい、そういった意味ではさ、うんうん、本業がさ金属回収業じゃ、うん、まあ、2000時間3000時間使ってさ不動産やるっていうのは、はい、40、50考えたら、うん、やっぱり時間を金で買った方がいいっていう判断になったりとかっていうのができたりするのが経営者だし、うん、時間に余裕があるとなかなかそういった考えに及ばないんだ、はいはいはい、そこなんかもある意味40代50代のアドバンテージにはなると思う。確かに我々20代ではなかなかできなさそうなそう、ね、系統ではありますよね。そうそう、なかなかそう判断つかないじゃん。そうですね、うん、だからそこは瞬時にこれは自分でやるべき、これはお願いするべきとかっていう判断がつくっていうのは、うんうん、確かにいろんな研鑽を積んでこられた結果瞬時に見分けるわけよ、はいはい、っていうのは今までの培われたいろんな意味での研鑽によるってことっていうことですね。わ、うん、かりました、ありがとうございます。では小林さん、うん、40、50代からでも十分始められるっていうことが分かったんですけれども、ね、実際、うん、具体的なプランニングというか、うん、どういう戦略で進めていけばいいのかみたいなのが分からなくて、うん、ちょっとそこを教えてください。まずね、軍資金があるか軍資金がないかで大きく戦い方が変わってくるね。やっぱりまあそこ変わりますよね。そうそうそう、うん、不動産だからいろんな意味で軍資金がないと勝負ができないんだよね、はい、ただじゃあ軍資金があるケースいってみよう。はい、お願いします、うん、これもね、軍資金があるケースっていうのもさ、実は2パターンに対別される。さらに分けられる。
られるんですか、うん、さっき言ったように、うん、いろんな形でお仕事も落ち着いていらして、はい、生活も落ち着いていらっしゃるケースがある、はい、ということは、うん、例えば教育コストがさかからなかったら、うん、実はねそこまで資産がいらないケースがある、うん、ああなるほど。どれぐらいあれば十分のケース、うん、一般的に4人家族で子供が私立の4大に行きますと、2人と、はいはいはい、で大体想定5億ぐらいないと老後資金がないっていうふうに俺たちは算定してるんだけど、うんうんはいはい、これがじゃあ仮に老後資金だけでいいんだったら、うん、大体2億とか、はい、場合によっては3億ぐらいで十分だったりする、うん、十分なんですね、うん、っていうことはどういうことかっていうと、自分自身がまず特性を把握してね、はい、10年20年30年にわたってどのぐらいのさコストがかかるのかっていうのを考えて、はいはいうん、そこってさ年取っていくとさお金って使わなくなるのよ。ああまあ実際そういうもんなんですか。絶対使わないから、どんだけお金頑張って使っても、はい、毎月500万とかさ、はい、飲みに行ってね、はい、そんなの毎日さ夜通し遊べないじゃん。まあそれは無理ですね。さすがに、はい、月2回でもしんどいじゃん、はい、ってことを考えたらそんな遊びもしなくなるから、うん、絶対に年を経ていくとお金って使わなくなるんだ、うん、ああじゃあ意外となんかめちゃくちゃ欲しいと思ってても、うん、意外と使い切れないもんなんですね、うん、だし、はい、これでもさいっぱい、ね、スーパーカー持ってますと、はい、これじゃあ85なんて乗るかって言ったら、うん、これはないでしょ。ちょっと怖いっすよね。フィアット500は置いとくけど、はいはい、サンボギーナ、フェラーリ、マクラーレンっていうのは、うん、おそらく次の世代に引き継いで使ってちょうだいよって言って、はい、売却するのかさ、うん、どうなるかわからないけど、うん、ってことはやっぱりさ年齢に応じてライフスタイルが変わってくるわけじゃん、うん、そこによってやっぱり使うコストも変わってくるから、うん、それを考えた時に、うん、40代50代からその不動産投資をするってことは、うん、年度が高いってことが一つな、はい、であとはケツが短いんだけど賢いからさ、はいはい、でもっと言うとじゃあ緻密に計算しているコストもそこまでいらない、はいはい、作らなきゃいけない資産がそこまで値段がないってこと、うん、ってことを考えたら、うん、まず前提としてどのくらいのコストが必要なのか、うん、どのくらいの資産を作らなきゃいけないかってことをまず可視化をしなきゃいけない、はいはい、この上で2パターンあって、これが一つ目が、はい、より、まあ、時間を有効に活用したいっていうケース、うん、これはやっぱり人形とか、うん、ご趣味とかご家族とかに時間を使いたい、そうそう、だからねなおさらやっぱり20、30で企業戦士でやってきてさ、はい、40、50で家族が大事になってくるっていう方って非常に多いよね、はいはい、でなった時にみんな時間有限じゃん、はい、例えば85か95か100か分からんけど、うん、僕行くわけですよ、行きますね、天気として、まあ、まあそれはもう人間は仕方ないです間違いないじゃん、はい、ってことは限られた時間を好きなこととか、うん、大事な方とかさ、うん、そういった方に使うということであれば、うん、俺がいつも言ってる、うん、元本毀損しない都心の不動産だな、他人資本を目いっぱい入れて時間をかけて自己資本にしていく、はい、っていうことをすることによって返済が勝手に進んでたな、うん、きっちり資産になっていくでしょ、うん、でまあ、必要な時に、まあ、予断でさらに借り入れを起こしてポケットとかに入れるか、うん、もしくは換金するっていうことをすることによって、はい、自分の時間自体はさ、うん、非常に有効には使えるよね、うん、これが自分の時間を有効に使いたい方のパターンだなっていうことですね。このあたりの戦略については死ぬほど語っていただいたことではあるので概要欄に貼っておきます。そうだな、概要欄ぜひ見てください、はい、実際の金額的なパターンというかイメージで言うと、うん、例としてどういうイメージなんですか、その物件の、うん、まあ、基本的には、はい、俺たちいつも言うようにさ、はい、資金5000万で2億のレバレッジって言うじゃん、はいはい、4倍ってことですね。あ、だから極論、はい、2億で終わりみたいなケースなんだよ、はいはい、だから2億1棟なのか、うん、じゃあ5000万4棟なのか、はい、っていう話になってくるから、はい、これはお住みの地域とか、うん、まあ俺ね今さっき分かりやすく都心のって言ったけど別に都心じゃなくてもいいんですよ、はい、お住まいの地域で絶対に元本毀損しない場所があるはずなんだ、はいはいはい、例えば学がいい場所とか、はいはいはい、自分の足元圏内でも必ずうん、分かりやすく都心って言ってたわけだから、はいはい、2030年以降も住宅用地としてニーズがある場所だから、うん、地方は地方でやっぱあるんだよ、そういうとこ、そういったところもちゃんと調べていただいて、じゃあロットってさ基本的に2億じゃないわけよ。そうですよ、ね、そうでしょ、はいはい、これだって世田谷目黒に2億って言ってるんだから、地方だったら持ってますよ、ね、当然当然、うん、半分もしか山口になってるから、はい、別に5000万でもいいものがあるわけ、はいはい、っていうことを考えたら、うん、今の話5000万で2億である意味上がっちゃうわけ、はいはいはい、っていうようなうんうん、なるほど、うん、それはなんか2億分の物件を取得した場合は、うんうん、返済終わった後はどんぐらいキャッシュとして使えるものが残るんですか。簡単で2億円買うじゃん、はい、それ20年で返済するイメージだ、うんうん、ってことは40でやったとしたら60じゃん、はい、50だったら70でしょ、はい、だけど10年経ったらこの2億借りてるものってさ、はい、半分返済が終わってるじゃん、はい、ってことは2億で売れる価値の3
下がらないものに2億借りて買ったとこから10年返済が進んでるから、これ1億円分の貯金と一緒なんだよ。うんうん、ああ、なるほど。純粋にもうその時点で1億円はもう使える状態になってる。今日全然使える。わかりやすく言うと、これバンと売っちゃったら、確かに1億そのまま入る。そうそう、ポコンって入るんだけど、はい、ただ、これもまた違う動画で詳しく説明はしてるんだけど、はい、この物件は少なくとも元本基礎もしないところに、皆さんが一生懸命探されて買うわけでしょ。うん、しかも、客付けもきっちり回って、ちゃんと返済ができる場所だから、はい、これ売っちゃうとさ、また買える保証がないわけ。確かに、そんないいもの手放しちゃってって話ですよね。しぼまないね、貯金箱を買ったようなもんだから、はい、毎年家賃でどんどん減ってって、この枠が空いた分に、例えば第二抵当で返済が済んだ1億円分、もう一回抵当つけて、はい、この1億円分をポケットにどさっと入れてもらって、はい、毎年毎年家賃で返していくっていう貯金箱にして使えばいいわけよ。っていうことになりますね。そういうこと。じゃあまあ、そんなすぐにキャッシュを大きく使う予定がなければ、まあそのまま置いときゃいいよっていう話ではありますね。回ってればいいじゃん。確かに確かに。でしょ？回ってなかったらしんどいから、うん、まあそれはそもそも買った物件が間違ってるって話になりますよね。そのあたりはまたちょっと別の売却戦略を取って、そうだな。まあなんとかしなきゃいけないって話になりますね。そうそう。だからね、好きな人もいい場所に買うと、客付けも楽なんだよ。やっぱ楽なんですね。全然、全然違う。はいはい。俺らでもさ、いい場所とそうじゃない場所って両方持ってるんだけど、はい、客付けが圧倒的に違う。ほっといてもまあいい場所。じゃあやっぱりそういう意味でも軍資金5000貯めて、うん、そういうところに買った方が、まあ結果楽だよっていう話で。そうだから、まあ今軍資金ある前提じゃん、事業で創業されて貯めて5000万か、うん、もしくは相続されて5000万かのケースだよね、うん、はい、だけどこれが例えばよ、地方だったら5000じゃない可能性もあるわけ、うんうん、ってこと考えたら、やはり競合上さ、2億の物件だったら買いに来るやつが少ないんだよ、はい、だからいいもの買えるって言って、うんうんうん、でこれ地方も一緒で、5000万円未満って現金買いが競合するんだな、うん、はいはい、愛知県でもそうなんだけど、うん、5000万までだったらみんな住宅と一緒の感覚だからさ、はい、感覚で買っちゃうわけですね。買いに来るんだよ、はい、だからもうね、売り値が5000万のアパート、うん、マンションってゴミ物件をみんなで取り合いしてる状態だ。あー、なるほど。非常に飛び込みたくない。そうなんだ。なんだけどこれ5000万使うんだ、はい、一緒じゃん、リスク5000万取るんだから、はいはい、これが2億になってくると、うん、いきなり2億の物件とかみんな怖いから、はいはい、突っ込んでこねえんだよ、はいはい、だけどこれはちゃんと勉強してる人は、さっき言ったように、うん、元本基礎もしない2億でさ、うん、仮にこっちで2億でさ、はい、仮に1億5000万借りたとてよ、うん、5000万円分すでに自己資金入れてて、地震来て更地になったとてよ、2億の価値があるんだよ。関係ないですもんね、土地だから。土地は残るから、はい、そうでしょ。っていうようなことを誰も分かってないから、うん、ロットが低くなればなるほど競合が激しいから、うん、物件獲得競争においては両手打ちだからさ、はいはい、やっぱりちゃんと勉強して、うん、きっちりロットを上げていくとどんどん競合が減っていくからさ、はい、もっとでかくなっちゃうと逆に機関投資家になっちゃうんだけどね、うんうん、そこはちゃんと見据えながらエントリーをするってのは必要になってる。わかりました、ありがとうございます。二、うん、つ目のパターンは、うん、思いつかないんですけど、どういうパターンですか？わかりやすいのがあるんだよ。これ二つ目のパターンね、はい。例えば DIY がお好きとかさ、はいはいはい、ご家族とか、はいはい、もしくは彼女さんね、はいはい、と一緒に楽しみながら DIY ができる方。うんうん、あ、はいはいはい。あの、いわゆるボロ戸建てとかさ、うんうん、再生系の不動産投資が取り組める素養があるのね。はいはいはい、俺はこれ全員が全員それやれって言ってなくて、うんうん、それが楽しめるんだったら、うん、これ実はめちゃめちゃ楽しいし、はい、趣味の一環になるわけよ。はいはい、まあ、確かにこれ好きなら別に楽しいですね。そうそう、だから今回戦うの好きで、まあ商品化してさ、はい、客付けしたら趣味と実績になるじゃん。はい、で、もともと相続で軍資金があるとか、はい、事業で軍資金作られた、うん、で、トンカチを週末に叩くのが好き、うん、心が無心になるという、はいはい、ような人が、はいはい、再生系全然チャレンジができるから、はい、本当趣味と実益を兼ねて、うん、できれば本当元本基礎しないところが一番いいよね、はい、本当ね、うん、そのまんまやって40、50からその DIY きっちり始めながら、はい、あのリフォームやる人もいるからな。定年退職した後にそれを仕事にしたい人がいるわけですね、うんうんうん、だからそういったようなケースも考えられるから、はい、楽しみだから再生系やると、まあね、要はそういうのが好きじゃないから、うん、元本基礎しないものを人の金で買っていくっていう、はいはい、全然働き方が変わってくる、うん、実際2つ目のこのパターンだと、うん、最初の軍資金安く始められたりとか、ね、全然本当ね、まあ、500万1000万から始められちゃう。やっぱそうですよね、うん、ボロい物件買えばいいですよね。そうそうそう、実際にボロボロで投資やるんだったら、はい、楽しめる人だったらめちゃめちゃいいと思う。そうですよね、綺麗に直して、うん、売るってこともできちゃうからさ、宅建業のさ、はい、絡みもあるんだけど、はいはいはい、いずれにしてもその最小品化のための加工がめちゃくちゃコストかかるわけよ、はいはい、それを要は自分たちで DIY でできたら半分で人間だからね、まあ、ということですよね。そうそうそう、すごい安くできるから、はい、楽しむんだったらこれめちゃくちゃおすすめ。めちゃくちゃいいですよ、うんうんうん、これのパターンでも土地値比率は気にした方がいい、うん、当然土地値比率は高い方がいい。やっぱりそうですね、大体結構ね、いろいろなその土地値比率が高くて
上もおまけっていうのを加工して貸すっていう手もあるから、うん、それがなんかめちゃくちゃ良さそうだな。まあまあ、あの得意ならね。そうですよね。とはいえ、はい、やっぱそこって連動が必要で、はい、あの実際この間ね相談で待ったんだけどさ、はいはい、地方のボロ戸建て買いなさいっていうね、うん、付与されてる情報に乗ってたら、はい、とあるオンラインサロンでそれを勉強してやったんだって、はいはい、なんだけどこれもともとご出身が地方で、うんうん、ご主人さんも地方で、はい、地方のさ人口減少がもう如実に体感されてる方なの、はいはい、でその方からは2030年問題を肌で感じてるわけ、はい、周りがどんどん家がなくなっていくみたいなさ、はいはい、ボロ戸建てやるんだったら都心って言って、うんうん、本当に都心でやられるんだけど、うん、都心ってさ競合が激しいんだよ。このイメージはありますよね。そう、あのね、はい、宅造業者、いわゆるもう家を建て売り業者が探してるから、業者が競合になってくるわけですね。そうそうそう。なってくると、はい、それもやっぱり煽られてさ、うん、物件見ずに買い付け入れちゃって、はい、いざ見に行ったら傾いてましたさ、はいはい、で、傾いてて、じゃあいざリフォームのお願いしてみたら、うん、中は綺麗になりますって言われて、うん、いくら出せますかぐらいの給料で言われて、うん、あれはみたいなって言って、もう、あ、これやべえ失敗したって言って、毎日どんよりしてますって相談があったりね。はいはい、だからそれと全く一緒で、うん、もう連動が一緒になってる。はい、要は他身の戸建てなんていうのは競争激しいし、構造にまつわる修正ってさ、はい、めちゃくちゃ金がかかるんだよ。まあやっぱそうですよね。そう、あとはシロアリとかさ、うん、雨漏りとかさ、あ、なんかめどくさそうですね。いや、大変なんだよ。だからそこも楽しめないと。はいはいはい、やったらシロアリが観察できるみたいな。何すかそんな人。分からんけど、それが楽しめるような人だったら、はいはい、めちゃくちゃいいですよね。はい、戸建て投資おすすめです、うん、なるほど、そういうことですね、うん、じゃあ逆に僕みたいな軍資金ないパターン、うん、それどうすればいいですか。軍資金がない場合はもうこれ一つで、はい、今ね経団連がさ、はい、副業解禁とかなっちゃってるわけじゃん。はいはい、言ってますよね。そうでしょ。しかも昔に比べたら俺なんてさ会社によく泊まってたよ。終電なんて毎日やったし、はいはい、当然土日も提案書作ったりさ、はい、ぐらいやってたんだよ、はい、面白かったからね、はい、今そんなことが許されなくてさ、はい、ワークライフバランスとかさ、うん、有給の消化率とかさ、うん、あるでしょ。ありますよ。それだけ余暇の時間があるんだったら、はい、メディア認識化してさ、うん、YouTube でいろんな情報が取れるよね、うん、AI 使ってスタンプ作って売るとかさ、はいはい、絵本作って売るとかさ、はいはい、あらゆるノウハウがさ転がってる。場合によっては本当に背取りみたいなね、うん、物販っていうのもあるし、はいはい、OEM でなんか中国からさ、うん、アリババかなんかでさアクセスして作ってとかさ、うん、いろんなことができちゃうわ、うん、俺がもし軍資金がないんだったら、うん、やっぱりそこで徹底的にいろんな違う事業っていうものを解析してさ、うん、で自分が好きなやつ、やっぱこれ好きじゃないと続かないから、はい、それがなんか楽しい時間になりますよね。そうそう、趣味と実益を感じるすごい大事だから、うん、楽しみながら今日はそれがお金につながってって、うん、それを繰り返していったらきっちり資産ができた、うん、このステージになって初めて不動産に参入するっていうのが我々一番固いと思うから、うん、でそこもやっぱり40、50の方ってさ、はい、年度高いからさ、はいはい、賢いから、まあまあそうですよね、すぐ貯められちゃいそうですもんね。何やってもできますから、うん、もうこのチャンネル見ていらっしゃる皆さんね、仮に軍資がない方も、うん、いろんな副業とかさ、うん、今の AI 系ね、ぜひね AI 系で成果出した人を報告してほしいのよ。まあ今のところガシガシ言ってほしい。そうそう、なんかいそうなものですね。俺一生懸命言ってるのにさ誰も報告がないからぜひね報告をします。別に AI じゃなくても副業だったら何でもいい。まあ自分で本書いてもいいけど、何でもいい何でもいいんだけど、はい、いずれにしてもこの有利な環境、うん、Wi-Fi 無料で飛んでてさ、はい、パソコンだってみんな持ってんでしょ、スマホだって持ってん、何でもできるからやらない手はないから、はい、ぜひねやってください。わかりました、うん、僕始めたくてうずうずしてるんですけど、うん、ちゃんと貯めますね。当たり前だよ。ちゃんと軍資金用意します。当たり前だよ。わかりました、ありがとうございます。はい、はいよ。では小林さん、うん、まあ、実際にそうやって軍資金を用意して、うん、まあ、自身の方針、うん、時間を有効に使いたいのか、うん、DIY とかで再生系に挑戦していくのかとかいろいろあるかなと思うんですけども、うんうん、それを始める前に絶対ここは知っておかなきゃいけないみたいなことってあったりするんですか。基本的にこれ不動産投資のところでね、事業経営だからさ、はい、事業経営に参入するっていうことは理解しておかなきゃいけないわけ、はい、でこれは例えばパターン 1,2 であってね、今の時間を有効に使ってさ、いつも資産の形成のセオリーに乗るっていうのもそうだし、はい、逆に DIY がさ、うん、再生系これも両方事業なんです、はいはい、まあ、趣味と実業家の事業になってるから、うんうんうん、ここで一番大事なのはこれって新規事業なので、はい、ラーメン屋始めるのと同じなわけよ。だからラーメン屋始めるときに当然競合の調査をしたりとかして、はい、プランニングしていくわけじゃん、うん、で自分たちができる価値提供を考えて、はい、どんなラーメンを作っていくのかとかさ、うん、どんな場所にどのぐらいのプライシングでさ、うん、どのターゲットに対
対して普及していくかって考えてるでしょ、はい、それと全く一緒だから、はい、とにかく不動産投資って言い方が俺ね間違ってると思ってるんだよ、はいはいはい、やっぱりこれ賃貸経営であって、あ投資っていう、そうそうそう、確かに引っ張られちゃいますよね、そうだから不動産経営なんだよね、はいはいはい、そう投資だとなんかお金入れたら勝つんじゃんみたいなさ、まあ、僕もそう思ってました実際そうでしょ、はい、だから、はい、そういった意味でもやっぱこれ事業経営だから、はい、本当に参入する前にはさ YouTube チャンネル見てくださる皆さんが保険さんを積まれて一生懸命働かれて培ってきたスキルがあるからさ、はい、調査分析能力とか、うん、コミュニケーション能力とかさ、プレゼンテーション能力を培ってこられて今いらっしゃるわけですよ、はい、そのスキル連動っていうものを使って、うん、この事業っていうものに取り組まなきゃいけないから、うん、走り草ができるようね準備をしてもらうっていうのも一番大事なことが一つな、うん、なるほど分かりました、うん、ありがとうございます、はい、では小林さん、うん、まあ、そういったところを最初に知っておくべきことっていうところで、うん、その後始める前に準備しておくべきこと、うん、ちょっと教えてください、うん、40代50代のケースって基本的に余裕があるって冒頭で話をしたでしょ、はい、でこの余裕の理由が自身でお金を貯められたか、もしくは相続で大きなお金をね、うん、相続してしまったと、はい、よくある、うん、でこれがあったパターンは分からないんだけど、はい、まあ、自分でその資産を作った方のケースでいくと、はい、株とかで持ってるケースって多いんだありますよね、これ不動産やりたっては金融機関は現金を一番重視する。ああ、じゃあ株のまんまだとあんまり評価してくれない。そう。だから基本的には不動産始めるんだったら、はい、一旦利確をするべきで、はい、全て機動的に動かせる現金にした状態で金融機関にアクセスをする準備をするっていうのが一番大事になってくる。これはパターンの1だな、うん、なるほど、そうなんですね、うん、パターン2の相続の場合は、うん、なんかどういう準備ですか。あの、ね、パターン2のね相続の場合っていうのは、はい、これもねよくあるんだけど、はい、大体ね交通整理が必要になってくるんだよ。交通整理、うん、実際にあったケースなんだけど、はい、とあるこれ会員さんなんだけどさ、はい、3人兄弟でいらっしゃる、はいはい、で不動産が他界した時に、この相続税対策で文京区の一等地にさ、はいはい、借金をして、まあ、ビールを建てたわけだ、うんうん、でそこにお母さんまだお住まいなのね、はいはい、でこの3人兄弟の長男である会員さんが相続対策上いろんな温度を取ってたな、はいはい、調整をして、うんうん、ご自身の名義で実は借金を建築会社だって作ったりしてるわけ。当然お母さんも長男さんに引き継ぐつもりで金とかもさ含めて協力したんだけど、はい、弟さんと妹さんが出てきてね、はい、3等分でもらえるもんでしょって主張が出てくるわけ。あー、なるほど。お母さんの意向でもあったから、はい、長男が実際に時間をかけて建築会社との接触をしてさ、はい、リスクを取って、うん、お母さんの土地に自分自身の名義で借り入れしたマンションを作って、うん、まあ、そこにお母さんがお住まいなのね、はい、で当然長男さんの奥様もお母さんの面倒もさ、うん、一生見てくつもりで、うん、長男さんご家族はやってんだけど、はい、お父さん妹さんは、うん、お母さんの面倒なんて、うん、みんなで見ればいいじゃんって言うわけよ、はい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 、だから当然3等分でしょって言うんだけど、はいはいはい、これねお母さんのさ病気になった時の看護とか面倒ってさみんなで見れる、物理的に無理なんだ。大体お一方が、ね、3等分ってまず無理なんだよ、はいはい、っていうところでこの要は3者のさ意見が分かれるわけですよ、はいはいはい、そこの交通整理を要はするっていうのは大体2年ぐらいかかる。そんなかかるんですか。いや本当俺実際に、まあ、こっちのねグループでさ、はい、会計士がいるんだけどさ、はい、まずお母さんの意向を伺って、うん、長男さんの意向を伺って、はい、免許作った上でお母さんの意向を明確にした状態で弟さんと妹さんと会って、うん、意向を伺って、うん、最終的にこういう意向だってことをシェアをしてその相続の準備をした、うん、なんでそんなことやるかっていうと、うん、それをきっちり軍資金にした方が有利に資産形成が働くわけよ、はいはいはい、これは分散すると不利なわけさ、はいはい、っていうようなところと介護の問題な。要は長男さんの奥様は嫁に入って一生お母さんの家族を見るつもりでやってる、うんうん、で長男さんも自分でリスクを取って借金しちゃってる。だけど一等地だからさ弟さん妹さんはそうはいかなくて、うん、当然権利あるんでしょみたいな話になって、はい、喧嘩になるみたいなね、はいはいはい、こういうケースはよくあるから。なるほど。もし相続をされたケースでシンプルなら話が早いんだけど、うんうん、シンプルじゃない場合っていうのはきっちり交通整理をして機動的に要は資金が動かせるような状態にしておくっていうのがパターン2のね相続したケースが重要になってくるってこと。なるほど。なんかその2年ぐらいすごい眠りが浅くなりそうですね。大変だし、相続系の話ってお金がない人ほどいろいろ権利を主張してくるから。まあそうですよね。だってお金ないなら欲しがりますもんね。そうそうそう。だし40代50代っていうのはやっぱりご両親が他界されることって多くなってくるわけ、はいはい、ってなるとやっぱりその相続話ってめちゃくちゃあるんですさ、うん、ってなるとじゃあご兄弟なんかがいたらお子様がさいらっしゃらないとか、うん、お子様の保育がもう終わってるとかならいいんだけど、はいはい、バリバリのコストが必要な時だったりすると、はいはい、まあ主張も激しくなってくるから、はいはいはい、ってなった時に基本的に不動産って共有名義で分けないと不利なんだよ。不動産の権利っていうのは一人に集中
中させてさ、資産管理会社も一番賢いんだけど、でこれで例えばお金が入ってくるそのフローを分けるとかね、そうやってまあ全体設計して交通整理してくるんだけど、遺言とかあるわけよ。で遺言見た見てないとかさあるわけよ。でも実際にさ兄弟が喧嘩するわけだよっていうのもあるから、ちゃんと準備をしておかないと、せっかく使えるものも全く使えないし、もうせっかく残してくれたものもここで結局分散して全て消えてなくなるっていうのもあるからさ、これはめちゃめちゃ大事な。わかりました、ありがとうございます、はい。本日の動画のまとめです、はい、今日はね40代50代からの不動産投資について徹底解説しました。まあ基本的にはね40代50代っていろんな意味で公私ともに余裕があるケースが多いんですね。それはまあ相続が回ってきたりするケースもあるし、逆に20代で創業されたらね足りない分資金があるっていう方も多い。そういった意味では非常に有利だし、今が一番若いんでね、始めるんであれば今すぐぜひ始めるべきっていうのはまず一つ。ただしこれはもう不動産投資じゃなくて不動産経営だからさ、業界構造とか思考原理っていうものを緻密に把握をした上でプロにいつでもアドバイスをもらえる環境だって必要になってくるし、実際に悪いやつがいっぱいいるからさ、ちゃんと勉強して何が本物で何が偽物かっていうことをちゃんと見極める力があるはずなんで、40代50代だからね、だから本当に見極めてもらって慎重にやっていただく。自己資金がない人に関してはそういった意味でも別に40、50でね諦めることないから。今すごい時代だからさ、そうやって会社だって休み取れって言ってくるわけでしょ、有給休暇でさ副業できるわけでしょ、絶対もらえるべきだと思うし、勤め先以外でそうやって何か0から1になるってことができたら、1が3とかさ3が5になるそんなに難しくないんだよ。やっぱり何が大事かっていうと、何にも考えずにさ Netflix 見たりとか TikTok 見てさ終わるよりも、だったら TikTok でどうやってお金稼ぐか考えてもらった方が絶対いいから、このチャンネル見ていただいて皆さんはね、そういう意識高い系の方が多いと僕は聞いてますんで、軍資金がない方もこれで軍資金作りますというような報告をコメント欄にぜひお待ちしています。今が一番若いんで、今すぐ始めろ。 Just do it。 今回も動画見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さんって、次の10年の目標って何かあったりするんですか？健康で長生き。ああ、なんかそれいつもおっしゃってますね。まあやっぱり健康なんですね。今のところ特に不調とかはなくですか？今のところ不調ないけど、健康診断は2、30万かけていくようにしてるね。はいはい。そこでももう数値はいいんですか？うん、まあ悪くはないけど、まあまあ、なんていうの、うまいもん食べ過ぎみたいなのもあるわ。うまいもん食べ過ぎると出てくるんですか？尿酸値とかさ。ああ、はいはい。あるじゃん。もう昔うちの親父がさ、痛風とかなってたの。ああ、なんかあれって遺伝とかもあるよ。でもやっぱりさ、食べ物だと俺は思ってて、あ、まあ、やっぱそうっすか、だから極力気をつけるようにはしてるし、はい、あとお酒なんかもさ、はい、俺は得意じゃないんだよ。あ、そうなんですか？嫌いじゃないんだけどね。はいはい。例えば、美味しい食事行くとさ、シェフのさ、作った料理を熟知したソムリエさんがさ、当てるわけじゃん。はいはい。だったら、今が一番若いから、得意じゃないんだけど、ペアリング頼んでさ。まあ、せっかくだから若いですよね。そうそうそう。ってなると、体調が良くはないよな。はいはい。そうなりますよ。そうそう。普段は家では飲まないし、昔は飲んだんだけどね。外食も多いからさ、外で飲んだけど家では飲まないしてるしさ、やっぱり普段は極力、粗食を心がけてるよ。はいはい。はいはい、なんか僕割と小林さんとその発想が近い気がしてて、僕小さい頃から七夕に今年も怪我しませんようにって書いてたらしいですさすが筑波大学の外国人違うね。いやもうとにかく怪我が怖いだけです。いろんな意味で手堅いな。いやいや、ありがとうございます、はい、よではまたお願いします。はい。